牛伏山は、静岡県沼津市にある山。広さ約7ヘクタール、二つのピークからなり、駿河湾に接している。伊豆が本州に衝突する前の海底火山の名残。江戸時代中期までは島であったが、やがて干拓により、陸続きになったと言われる。また当時は、サングル山と呼ばれていた。その後明治に入ると、大山岩尾が別荘を構えるなど海軍関係者が、 たびたび訪れていたが、今では荒れ放題であり、当時を忍ばせるものはほとんどない。沼津市街と牛伏山北西のビューオから手前は仮の川、川口山の西側から南側にかけて牛伏山公園があり、市民の憩いの場となっている。海に面しているが有名、バーベキューなどは禁止されている。なお、利用時間が定められており、夜間の立ち入りは禁止されている。 2012年6月19日、台風4号により、公園の南約200メートルの海上で、三重県の冷凍運搬船が座礁した。船には22人が乗っていた。3隻のボートを使って23日には離礁した。国土地理院地図閲覧サービスウォッチ図出展、伊豆半島、ジオパーク牛伏せ、三島、2017年4月閲覧、静岡新聞 SBS。 S8MSN3 定ニュース、ありがとうございます。